全然あるよ。これで見た。これどこのメーカーですか？ブラックブーストって。すげえ、すげえ、これ。本当だ。ワンオフですか？スピーレーシング。スピーレーシング。スピーレーシング。これね、音やっぱ変わりました？だいぶ変わりましたよ。で、これはブロスバル。あ、そうですよ。2つつけちゃった。馬力的にはどのくらいですか？700くらい。700？ 結構かかったんですか？結構、ね、そこそこ単価が違いますよね。おベンツ このパーツの単価すごいですね。これを維持されてるわけですけど、まだ足回りは今どんな仕様ですか？足回り前と、変わんないです。無事ですか今のところ？今のところ無事です。すごい。マジすげえわ。それとマフラーぐらい。キクセやばいっすよ。これマフラーはまさきさんのワンオフ。そうです、そうです。サウンドはやっぱいいですか？なかなかいいですよ。材質はステンですか？ステンですね。ステンの方がね、音がいいですね。乗り心地めちゃくちゃいいですね。そうなんです。やっぱり落ちてもあれ ABC なんでそこそこいいっすよ。これいいっすよね。もうシートもサポートすごい。ちょっとこれ VH ツインターボスね。そうです。すっげえ、700コンフォートモードですか？コンフォートモードですか？あー、マジっすか。これはですね、富士スピードウェイとかの直線が見えますね。コーナーでこの G がかかるとシートサポートすごいですね。あ、そうなんですよ。これすごいな。なんちゃらサポートだ。ランバーサポートでしょ。あ、そうそう、そんな感じですね。この AMG の家族すごいな。なかなかいいですよね。かっこいいっていうか、まあ、この家族は国産じゃないもんな。間違いなくいくら速い車があるって言ってもね、なかなかセダンでこれはなかなかないですよね。ないですね。これメガは食えないですね。メガは食えない。メガ食ったってます。メガみんなぶっ飛ばけんじゃないですかこれ。
最初。結構ね、乗るとこの椅子がね、まず。まず椅子と、まあ、加速時ですか。ああ。油圧ですか、足回りが。そうですね。なら、しっかりしてますしね。ああ、そうなんですよ。これスピード出しても。全然、あれですね、安定しますよね。やっぱいい、いいですよね。ふわふわすることもなく。そうなんですよ。ああ、で、乗り心地いいじゃないですか。乗り心地は抜群にいいですね。ああ。舐めるように走る。エアサスとちょっと違います、ね、いや全然違いますね。エアサスとはふわんふわんありますね、じゃないですか、うん、ちょっとあの跳ね気味だったりね、 ありますね。これシュッて収まる。これはない。あ、高価な品なんですね。あ、こう乗り味いいって言いますもんね、やっぱりね。そうそう、これあの壊れたら結構高いですもん ね。高いですね。前2本交換したんですけど、はい、60万ぐらい前2本で前2本でやばいっすね。いやでもバネにしようか迷ったんですよ。迷ったぐらいですよね。でも乗り足が変わっちゃいますよね。そうなんですよ。で車高もこれ1個上がるんで、あ、上がんなくなっちゃうじゃないですか。だからまあバネはバネの良さはあるんですけど、そうそうです、ね、この乗り足は違いますもんね。そうなんですよ。これがいい、絶対変わっちゃう。結構いいから、まあね、もったいないな。さすがっすね。あ、新たに買い直すってとか60万まだ後ろ2本乗ってますからね。いずれはっていうね。いずれはさ、ポンプも変えて、あすごいな、フィルターも変えて、結構いろいろ変えましたね。その辺ですよね。その辺がクリアできれば維持できるかなっていう。ね、カツカツですよね。変えてもだからそこら辺ですよね。車変えちゃいますもんね、60万って言ったら。いや、本当車変えちゃいますよ。この ABC っていうのは S クラスしかないんですよね。S クラスとか、SL とか CL とか、ああそう、CL もそうですね。そのクラスしかないですよね。そうですね。いや、すごいよな。ああ、よくできてますね。できてますね。維持できれば最高ですね。ちょっと自分もちょっとカツカツなんで。いやいやいや、さすがキクソンですね。これはもう車のため。いや、でも本気そんなですよね。いやいや、好きだと。あ、これ好きなんですよ。何ですかこれ。え、なんか止まります。止まるまでをそのまま持ってください。これ売ってるんですか。なんかガチャガチャで。これつけましたって。もらいました俺。ギャップがすごすぎますよ、さっきのあの加速と。すごい。これ長距離乗るにも楽ですね。そう、すごい楽なんですよ。オートクルーズ何キロでも効くんでね。あと、ちょっと思うのがですね、このボディのガシー感ですね。あ、そうですね。ガシッとしてるから。そうなんです。なんだろう、強烈な殻にくるまれてる。はあ、でなおかつ速いじゃないですか。そう、でかい割には。いや、速い、はあ、でかい割にはキビキビ始めますから。そうですね。何でも言うこと聞いちゃいますね。快適にも。そうですね、壊れる以外はそこだけですよ。そこクリアできれば。そこクリアできれば最高ですね。最高ですね。